そっけ、太田です、うん、猫岩、そやな、行こう行こう、ば帰りなさい、堂島会長。ああ。それでは斑目組長、例の件ご検討ください。なかなか信用できるお方のようだ。ホテルでの面会を突然キャンセルし、車で面会したいというこちらの希望をあなたは受け入れた。狭い車中、護衛も同席できない密室空間、当然命を狙われる危険性も高い。それでもあなたはこの車に乗り、私と面会した。我々にとってこの会合はそれほどまでに重要だということです。それに私は九州全土を掌握する山笠組の組長がそのようなことをするとは思ってません。郷にいらば郷に従え、福岡においては斑目組長のルールに従うつもりですよ。3万の組員を束ねるあなたが500に満たない兵隊しか持たない私に従うと。はい、それが五分の杯というものだと。なるほど、度胸だけでもなく礼節もわきまえてる。その若さで登場会の近代門を背負うだけのことはありますな。杯の件、前向きに検討させていただきます。後日改めてお返事を。ええ、物騒な世の中です。組長も十分にお気をつけて。今のは山笠組の若頭、八幡組総長の八幡という男です。ご無事で何よりです、会長。先方がホテルでの会合をキャンセルしてきたときはどうなることかと思いました。相手もそんなにバカじゃない。むやみにて出してくるはずもない。それはそうですが、それに本当なら飲めないはずの杯をこっちが無理やり飲ませようとしてるんだ。多少のリスクは覚悟の上だ。我々もホテルに戻りましょう。あまりよその町に長居するのは危険です。会長、堂島会長、どちらに。
せっかく福岡まで来たんだ。少しは一人で息抜きがしたい。安心しろ、すぐに戻る。付き添いは不要だ。おい、乗せてくれないか。この車に乗りたいと言ってるんだが。前の車からお願いします。そういう決まりなんで。いや、どうしてもこの車がいいんだ。確か客の希望があれば理由もなく乗車拒否することはできなかったはずだが。どちらまで？適当でいい。軽く流してくれ。いい街だ。この街に人が集まる理由が分かる気がする。この業界長いんですか？まだ半年です。半年か。それじゃあ福岡をそれほど知ってるってわけじゃなさそうですね。ええ。残念だ。運転手さんに聞けば福岡のいろんな事情がわかると思ったんですが、実は私東京から来たんですが、ちょっと福岡でビジネス上の重要な取引をしようと思ってましたね。まあいい。じゃあこれから話すことは客の独り言だと思って適当に聞き流してください。実は私東京でとある会社を経営してまして、従業員数3万人、国内最大規模の大企業ということになりますかね。ここ数年の景気の悪さが一時倒産の危機もあったんですが、今では堅調な経営ができています。経営が安定した最大の理由は関西にある同業他社と業務提携にあります。うちの会社とその関西の会社は長年ライバル関係にあり、過去には激しく争った歴史もありました。しかし時代は変わり、私たちの業界も商売をする上で大きな変革が求められるようになってしまった。このままでは時代に取り残されていってしまう。そんな危機感を持って我々は業務提携という形で和解し、共にこの厳しい世の中を渡
っていこうとしていたわけです。だが実は今、そのライバル会社との間に大きな問題を抱えていましてね。このままでは両者食うか食われるかの大抗争に発展しかねない事態に。原因は先方の社長の病気にあります。余命1ヶ月弱、末期の肺がんだそうです。その社長さん、大変理解のある方でしてね、私も強い信頼を持ってました。でも病気となれば代替わりはやむなし、当然次の社長が選ばれることになるわけですが、その候補というのはこちらにとって少々厄介な方々で、候補は3人、腕一本でのし上がった副社長に、大阪の財界を仕切る専務、そして社長の秘蔵子の取締役。タイプは違えど皆さん社長になる実力を持った方々です。ただその3人に共通して言えるのは、こちらの存在をよく思っていない、つまり好戦的な方だということです。そんな方たちが次の社長に就任したら、これまでの協定は破棄、東と西本州全土を巻き込んだ大喧嘩が始まってしまいます。だから私は福岡まで来たんです。関西以外の同業他社の方とも手を結ぼうと思いましてね。いわゆる M&A 九州合併というやつです。万一の事態に備え、少しでもうちの会社組織を大きくしておきたい。名古屋や札幌にも私の部下が行ってるんですが、どうでしょう。うまく話がまとまってるといいんですが。
しかよ。噂と番組でくさ、優勝ばしたらメジャーデビューできるらしかよ。へえ、バッテン、あげな年でどうせ枕とかやらされとっちゃろ。アイドルとか言ったっちゃ裏じゃドロドロ、汚か世界で性格も歪んでいくっちゃろうね。そうやね、俺が親やったら絶対自分の娘にこげんことさせんばってん。子供を芸能界に入れようなんて親はくさ、自分が叶えられんかった夢ば追いかけさせとうだけで、その子の将来とか、そっ。売上です。ああ、鈴木さん、お疲れ様。おう、お疲れさん。中島社長、お疲れ様です。ちょっと話があるっちゃけど、こっちに来てくれんね。今日、列の途中じゃったのにお客さんば乗せていったやろ。天神交通からクレームの来とばい。ああ、うちん会社、特に保管会社から名場つけられとうとかあるけん、チコッと気場つけてね。ご迷惑をおかけして申し訳ない。自分の責任です。よかってよかって、俺が今から菓子折りでも買うて先方に詫び入れてくるけん。そんな、私が行きます。よかよ、これも社長の責任やけんね。いや、私が。そう？それやったらお願いしようかいな。天神交通の場所は分かると、祇園通りの西にあるけん。分かりました。そんじゃ頼んだけんね、済んだら電話ばちょうだい。
らっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。もしもし。お疲れ様です。鈴木です。今天神交通へお詫びしてきました。そうね、そうね。大変やなかった？ええ、まあなんとかなりました。いや、助かったばい。本当のこと言うと俺、天神交通の社長さん苦手なんよね。そうでしたか。やけん鈴木さんが言ってくれて正直助かったばい。いえ、今回の一件は私の責任ですから当然のことです。鈴木さん相変わらずシリアスやね。粗言律儀に謝らるっと参るばい。ま、過ぎたことはしょうがないけん粗言落ち込まんどいて。本当に申し訳ありませんでした。それじゃ。ちょ待った。今日給料日やろ。これからどげんね。ちょっと寄るところがあるんです。その後でよければ。ああ、仕送りんことね。いつも給料入ったらすぐに振り込んどったね。ええ、まあ。そういや今まで聞いたことなかったばってん、地元に家族でも残してきとうと？いや、家族っていうわけでもないんですが、いろいろありまして。まあんま立ち入ったことは聞かんようにしとこ。
こりゃ鈴木さんがもっと稼いでもっと幸せになってくれればそれでよかげん。お気遣いありがとうございます。だけんくさ、そげん仰々しい口に聞き方せんでよ。まあよかて、とりあえず給料日くらいはパーッと飲もうやんね。じゃあ俺は先に行っとけ。大瀬橋の上で落ち合いましょう。わかりました。Thank you.
鈴木さん、待っとったばい。社長、お待たせしました。振り込みは無事済んだと。ええ。そうね。でもよかね、鈴木さんは。俺とか、今年で守るべき人間もおらんけ、金の使い道がなくて困るばい。社長、今も独身なんですか。いや、まあ、似たようなもんちゅうこったい。やけんくさ、今日は俺がパーッとおごっちゃうけん、思いっきり遊ぼうやないね。そうと決まったら俺についてきて、鈴木さんにこん町場堪能させちゃうけん。はい、お願いします。そりゃそうと長洲には慣れたね。ええ、まあ困ったことのあったらちゃんと相談せないけんよ。博多門は情に熱いのがよかとこなんやけん。見ず知らずの俺を雇ってくれただけでも社長には感謝の言葉もありません。雇ってくれたなんてそげん。そもそもスカウトしたのは俺の方やろ。しかし社長、どうして俺なんかに声をかけてくれたんですか。そうやね、まあなんちゅうか勘ってやつばい。勘？うまく説明できんちゃけど、俺は自分が好きになった男しか雇わんしぎたい。鈴木さんは信用できる男や。そげん思うだけん声かけただけばい。でも初めて社長に会った時、俺はまああんま褒められた態度やなかったね。だって30年もタクシーで客を相手にしてきた俺やけん、人を見る目には自信があるとよ。この男は信用してよかって。やけんお前さんも俺をもっと頼ってほしかとよ。チコッと頼りなさそうに見えるかもしれんばって。社長、ありがとうございます。この町で社長に会えたのは本当に幸運でした。こそばかよ。んじゃ、今日は思う存分付き合ってもらうばい。はい。おお、ここばい。花緑、まずは博多名物水炊き箱や。いらっしゃいませ。ありがとうございます。どげんやった。鈴木さん、口に言うたね。ええ、さすが水炊きの本場ですね。醤油だしの鍋はよく食べてたんですが、鶏のだし汁で炊いた鍋を食べたのは初めてです。そうね、そうね。お、醤油ってことはやっぱり鈴木さん関東の人なんやね。あ、いや。まあ意地悪なこと言うつもりはなかったとばって。鈴木さん結構隠し事できんちゅうか、脇が甘かとかあるげん。ま、何はともあれ口に合うてよかったばい。そしたら次は屋台で飲み直そうや。それはありがたいんですが、社長ちょっと飲みすぎじゃないですか。大丈夫大丈夫、若か頃は上場みち言われよったくらいやけん。上場み。さあ黙って俺についてこんね。おう姉ちゃん、こげん時間に一人で歩いとったら危なかばい。そうそう、危なか危なか、やけん俺たちが守っちゃばい。そ
そげんといらんよ。そこ、通して。ダメダメ。こげん可愛か女の子にもしもんことがあったら心配やけん。だけん守ってあげちゃうよ。もちろん、お礼はしっかりしてもらうばってん。本当に大丈夫やけん。おい、貴さんだ。ああ、おっさん、今俺たちマジで忙しっちゃけど、なんかようあっとや。貴さんだ、寄ってたかって生しよっとか。恥ずかしくなかったや。説教やったら電柱にでも向かってしとけ、おっさん。どっか行かんや。うわこの…そこまでだ。あ、なんや、貴さんもこいつの仲間ね。とりあえず財布は置いといてくれりゃ許しちゃうけん。金ば出してさっさと消えんねえ、おっさん、その2。ナンパはお前らの勝手だ。好きにしろ。だが、うちの社長に手を挙げたことは、落とし前つけてもらうぜ。おっさんが何倍生きがどうとや。おい、ぶっ殺してやろうぜ。山笠組の人間やなさそうやし、ひょっとして別の組織の。余計な詮索はするもんじゃない。まだ痛い目に遭いてんのか。よかよか、鈴木さんもそれぐらいにしちゃり。あんたらもう行ってよかよ。すいませんでした。ありがとうございます。助かりました。いえいえ、ほらもう帰りにしゃい。あんま遅くなると家の人が心配するばい。